現在ですね、2両目までは全て撤去されました。そして先ほど2時間ほど前にですね、奥に見えますオレンジ色の大型のクレーン車が運び込まれてきました。そのクレーン車の周りには作業員も続々と集まってくるようになりました。えそしてこの手前を見てみますと、残った先頭車両、黒く焼け焦げていて、その横にはおそらくトラックと思われる、えその焼け焦げた、残った部分というのが横たわっています。 そしてこれからですねこの被害の大きかった先頭車両の撤去作業が行われるものとみられていますその撤去作業なんですがこの下り線を走ってきた先頭車両を一度上り線の方に移してそこから近くの車両基地に運び込むということです京急電鉄によりますと明日の始発までには運行を再開させたいということで今日もよう徹しての懸命な復旧作業が行われるものとみられています